こんにちは、清明祭です。今回はね、2019年上半期を振り返るコミュ障ということで動画を撮っていきたいと思います。まあ、僕ね、YouTube に関して言えばね、まあ、2019年、まあ、1月から6月はね、まあ、ほとんど毎日、まあ、動画投稿を、まあ、続けることができましてね、はい。まあ、5月にね、まあ、2週間ぐらい、まあ、動画を投稿できなかった時があったんですけど、まあ、それ以外はほとんど毎日動画投稿することができて、で、まあ、6月からはね、まあ、収益化をまあ開始することができて、まあ、YouTuber とまあ名乗ることがまあできるのかなっていうまあ感じにまあなったんですよね。はい。で、まあ、今後もね、まあ、動画をね、まあ、ほとんどまあ毎日、まあ、上げていってね、まあ、今年終わる頃にはね、まあ、チャンネル登録者3000人ぐらい、行って、で、まあだんだんね、まあ、まあ収益のね、まあ額も増えていったらいいなっていうふうにまあ思っていますね。はい。 YouTube に関して言えばね。はい。で、まあ、まあ今後はね、ちょっとその違った感じの動画というか、まあ今はね、まあ基本的なこういう雑談系と、あと、まあまあ、エスカレーターとかね、まあ、エレベーターのまあ動画を上げているっていうまあ感じなんですけど、まあ、ちょっとね、まあ、違った感じの動画もね、まあ、今後上げていけたらいいなっていうふうにはまあ思っていますね。はい。で、まあ、バイトに、次、まあ、バイトに関して言えばね、まあ、上半期もね、まあ、無事、まあ、辞めずにね、まあ、続けることがまあできましたね。はい。まあ、ポスティングのバイトなんですけどね。はい。まあ、その一人暮らししてるっていうところもあってね、まあ、その簡単にまあ辞めれないっていうところもまああるんでね。はい。まあ、下半期もね、まあ、ずっとまあ今のところでまあバイトを続けたらいいかなっていうふうにはまあ思ってはいますね。はい。で、まあ、あと貯金に関してですね。はい。で、まあ、この上半期で、まあ、なんとかね、まあ、貯金は、まあ、200万に到達することができて、まあ、今の感じだとね、まあ、秋頃にね、まあ、貯金額は、まあ、300万超えるかなっていう、まあ、感じなんですよね。はい。まあ、今後ね、まあ、順調にというか、まあ、この前ね、まあ、国民健康保険のまあ通知が来て、まあ、ちょっと予想よりね、まあ、請求額っていうか、まあ、請求額はね、ちょっと多かったんですけどね。はい。まあ、下半期もね、まあ、順調に貯金を増やしていって、まあ、秋頃にはね、まあ、貯金300万ぐらいいけばいいかなっていうふうには、まあ、思っていますね。はい。まあ、上半期に関してはね、まあ、順調に貯金額をね、まあ、増やしていけたんで、まあ、良かったかなっていうふうに思っていますね。はい。で、まあ、あと、まあ、プライベートというか、まあ、休みの日の過ごし方に関してですね。はい。まあ、休みの日はね、まあ、相変わらず何かその新しいことにまあ挑戦するわけでもなくね、まあ、基本的にはまあ家に引きこもって、まあ、ネットでまあ動画見たり、まあ、ブログ、まあ、人のね、まあ、ブログ見たり、まあ、掲示板見たり、まあ、2ちゃんとかですよね、まあ、2ちゃんを見たり、あと、まあ、人のツイッター見たりっていう感じで、まあ、そんな感じでまあ過ごしてましたね。はい。まあ、基本的にはまあ僕はまあ引きこもりタイプの人間なんで、まあ、そういう感じのまあ過ごし方にはなりますね。はい。で、まあね、それでまあ今後ね、まあ、まあ今梅雨ですけど、まあ7月からまあ9月ぐらいにかけては、まあ暑、まあ夏でね、まあ僕がまあ一番嫌いな季節にまあなっていくわけですけど、まあとりあえずね、まあこの7月から9月をまあなんとかまあ乗り越えていきたいっていうまあ感じ
ですね。はい、まあ、僕がちょっと一番嫌いな季節なんでね、はい、まあ、この9月ぐらいまで、まあ、なんとか乗り切って、まあ、乗り切れればいいかなっていうふうに思っていますね。はい。はい、終わります。